現在宮内は 22,800 点持ちの第2位ですが、3位のルミとの差は本当に僅差、1200点の差ですか。そうですね、はい、こうなると余計黒沢としてはやりやすいですよね。 お互い、まあ、ね、宮内とルミがお互い曲を潰し合ってつばぜり合いをやるので、まあ、あんまり大きな手にはなりにくいですから。おっと、うん、清水60%、ねえ、カンチーマンズバッときました。ドラ割りアンマンです。清水の手にドラはないんでね、なんとか3色絡めて戦いに入りたいですよね。マンが上がるとちょうどいい感じで加われるので、あ、もうリーチですよ。カンチーマン、カンチピンでリーチ。いやー、あっという間に仕上がりました。2巡目リーチ、チーピンは3枚、あ、ごめんなさい、2枚ですね。ルミとクロサが1枚ずつ入ってますが、これね、まあ2ピン引いてもね、チーピンが出る可能性がありますし、かなり強いですよね。何のヒントもありません。おドラ、宮内もとりあえずちょっと残した。ただルミもイーシャンテンで、あ、ごめんなさい、イーシャンテンか、さあ回ってきますね。まっすぐに進めていけるのか。ここはドラを打ちます宮内。しょうがないですよね。ルミもでもなんかロックチッパで反撃しそうな、なんかね、パイを組んでますよね。おお、ね、まずはウーマンから行きました。現物抜いてないですからね。嘘とかあるのに、嘘とかパーピンとかあるのに、はい、さあこの後はどうする。ドラが今3枚出たんで、なるほど、結構攻めやすいんですよね。清水そんなに高い手じゃないだろう、とただ思えないんですよ。2巡目で結構ビシッといったじゃないですか、はい、メンピンぐらいであそこまで振りかぶらないですから。 宮内ここは完全とペン三層ですよ。勝負しに来ましたね。そして一発で持ってきたのは二階堂ルミ。この二軒リーチはきつい、来ましたね。こうなるとやっぱり親リーの方が怖いですか、後から。そうですね、まあ、当然、まあ、ドラは見えてるわけで、さあ困った。清水がノータイムでリーチいってるんで、結構なんか出来上がってるものはあるっていうのはね、分かると思うんですよ、ある程度、はい、ドラがないけどなんか手役あるんだろうなっていうのは、あ、なるほどね、なんとなく想像つくと思うんですよね。対して宮内の場合はどうかっていうところ。でも普通に両面ぐらいだと思ってるでしょうけどね。ペン三層だと、なんかペンちゃん勘調だとは思ってないと思うんですよ。そうですよね、追っかけるリーチなんで。はい、まあ、そう考えたら2人はもう剣でしょうね。まあそのあたりもかわしきれるのかどうか。お、ただうわー、簡単スチーピン剣じゃないですね。踏み込みましたね。三層はただ3枚残ってるんですね。ペンちゃんが一番強いわけですか。そうですね、スチーピン、スーピンはどうですか。スーピンは2枚、2枚、スーピンが1枚、3枚、まあ、このルミと宮内の、枚数は同じですね、はい。ただ待ち返すると清水にアウトですから、三層とか引いたらどうするんだろうってことなんですけどね。そして後筋かかった。あ、そうですね、あ、取った、かわした、すごいですね、二階堂ルミかわしきりました。ピンフツもダマテンで、まあこれ最後まで頑張るつもりだったのかどうか分かりませんけれども、
そして清水2巡目のリーチ上がることはできませんでした。